大好きです。せーの、東京カイカイチャンネル。いやいやいや、どうもサノンです。今回は高校卒業した友達同士にインタビューしてまいりました。もうなんと言っていいやら男性の方がすんごいキャラクターなんです。こちらの動画どうぞ。なるほどね。じゃあちょっとお話伺っていきます。じゃあまずお二人の年齢とご職業を教えてください。はい、18歳大学生です。19歳専門学生です。二人はお友達同士。はい。何つながりな。もともとは学校高校が一緒 で生徒会で一緒で仲良くなりました。結構 2、3年ぐらい。ずっと友達同士。そうですね。なんかお付き合いしたりとかしてないの。あ、全然そういう気持ちが元からないんで。もう友達って感じなんで。最初からそんな感じでした。あ、そうなんだ。え、第一印象ちょっと教えてください。お互いの第一印象。うるさい。うるさい。てか見た目めっちゃゴリラなんですよ。でもなんか声めっちゃ高いですよ。え、やばいとかずっと言ってて。これは元からしょうがない。とにかくうるさかった。とにかくうるさくてあんまり絡みたくなかったんですけど、まあ、仕事柄絡まなきゃいけないみたいな。マジムカつく。マジムカつく。お兄さんから見た。え、なんかなんだろう、なんか清楚ぶってる。なんか本当女してる女だなって感じ。ほんと嫌いなんで女さっぱり系の方がいいんで、なんかちょっと絡みにくそうかなって思ってた。あ、全然中身見たらもう、あ、こんな軽い女だったんだと思って。お姉さんちょっとお姉なの。全然強いて言えばリューチェルポジション。どっちもいけるみたいな。どちらかがもううちのこと愛してくれれば付き合ったことないから。初恋まだなんですよ。初恋まだなの。19にして、やばいですね。年齢がもうイコールね。高校時代結構相談してて、あと何なのそれみたいな、もうずっと怒られてます。でお姉さんじゃあ何、お兄さんに恋愛相談とかしたの。しましたしました。でね、ちゃんとなんか本当いい感じになって。あ、そうなんだ。今お付き合いしてる。今お付き合いしてますね。それはお兄さんのおかげ。お兄さんのおかげです。だからその感謝を込めて今日ご飯を。でも授業料後払いの割にはお兄さんはまだなんですね。まだ そこが毎回疑問なんですよ。周りの方が経験値すっげー持ってるのにすっごい恋愛相談されるんですよ。相談やばいんですよ。なんか結構ちゃんとためになる、あ、ごめん走るんだ、ためになる話をしてくれて、結構ため、なほんとね、なんでそんなんで恋してないのみたいな感じなんです。何、あの好きなタイプ。なんか男っぽいような、不器用なね、うん、感じかな。お姉さんが見てて、この人はなんかお兄さんに合いそうだなとかして、今までいなかった。性格が結構きついので、まあ多分疲れるだろうなと思って。まあ仕方ないかな。結構何でもズバズバ言っちゃう。言ってます言ってます。とかなんか溜めてるのがねストレスになるから。そう、もうなんか溜めてるんだったら出していこうみたいな。そう、で後で自分でイライラするよりかはその場で解決した方がいいかなみたいな。喧嘩になったりとかしない。あ、しないしないしない。ここは全然したことないです。え、なんでここは恋愛に発展しなかった。よく言われるんですよ。なんか自分が本気になればすぐ彼女できるんだろうって。でもあっちが、相手が友達な感じで来るから全然実らないしね。他の女の人からも恋愛相談受けるの。受けますね。あ、でも今は男子からも。そうなの。専門で友達になった友達、だから男子友達と、なんかあの子好きなんだけどみたいな。いや、それを早く自分に生かせよ。ちょっと無理かな。じゃあ初めてが男性でも女性でもいいんだよね。まあね、好きになってもらえるなら。それはもうめっちゃ言ってるの。え、なんか人生2倍楽しめそうじゃないですか。なるほどね。まあ、ポジティブに。19の発言じゃねえ。変な人。なんかあんまり偏見ないっていうか、うん、ちょっと身長低めの、ちょっとぽっちゃりした感じで優しい感じの子に合うんじゃないかっていうのはみんな言ってました。ぽっちゃりが似合いそうですね。そう、いそうだし、横に絶対違う。でもここもずっと友達付き合い続けてる。ですねですね。多分続けるんじゃないかなと思います。こうし合ってるし。嫌でも繋がると思う。嫌なの。冗談だ。高校で卒業してから初めて会ったの私なんですよ、この人。あ、そうなんですよ。ありがとうございます。以上、東京ときめきチャンネルでした。またねー。いい恋愛しろよ。頑張りまーす。ありがとうございます。はい、ということで高校卒業した男女の友達同士にインタビューしてまいりました。
ね、友達は成り立つのかな男女でって話をしましたけども、なんかあの二人だったらずっと長く付き合っていきそうですね、友達としてね。うん、次の動画で会いましょう。そんじゃまたね。動画の下の概要欄からチャンネル登録お願いします。お願いします。韓国かヨーロッパロシアあたりか、スイスとかフランスとか。東京ミックスドリンクカミングス。